いつもお世話になっている女性霊能者の方に聞いたことがある。呪いというものに対抗する手段にはどのようなものがあるのかと。その霊能者は過去にも呪いを返したり生き霊を返したりしている強者。どんな答えが返ってくるのかと期待していたが、基本的に呪いに対抗する手段を私は用いませんよ。というか、こればっかりはどんな霊能者でも無理だと思います。という返事。え、なんで？過去にも呪いを相手に返したりしてなかった？と問うと、ああ、あれは偶然というかラッキーだっただけですから。もちろん呪いをかけた相手がまだ生きていれば何らかの方法は取れるかと思いますけど、ほとんどの場合呪いをかけた相手はもうこの世にはいない場合が多いんですよね。そうなるともう打つ手なしです。相手が死んでいれば呪いは絶対に相手には返せないし、運よく相手が生きていたとしても呪い返しが成功する確率なんてほとんどゼロに近いんですよ。予想外の答えに俺は戸惑うばかり。それじゃあ誰かに呪われたとしたらもうおしまいってこと？そのまま抵抗できずに死んでいくしかないってこと？そう聞くと彼女は冷たい視線をこちらに投げながら続けた。おまけにため息も一つ。別に対抗する手段が何もないなんて言ってませんよ。私には何もできないって言ってるだけですから。呪いをかけられた当人でないものができることなんて何もないって言っただけです。以下は彼女が教えてくれた力強いメッセージだ。いいですか？呪いっていうのは負のパワーの塊です。人間が持つ負の念を呪いという武器に変えたもの。すべてを悪い方向へ持っていくだけの力を持った負のパワーなんですよ。でもね、人間っていうのはもともとは陽のパワーを持って生まれてきているんです。自分ではそれに気づかずにいつの間にか忘れてしまっているだけだったら、そんな陽のパワーを思い出せばいい。人が誰かを呪う力を持っているのならば、逆に言えば人は誰でも自分に降りかかった呪いに対抗できる力を持っているんです。ここで大事なのはあくまで自分に降りかかったという部分です。他人に降りかかった呪いには対抗手段はありませんが、自分に降りかかった呪いに対してそれを消し去ったり和らげたりする力は誰でも持っているんです。これは霊感があるとかないとかそういうのとは全く別の部分、人間が本来持っている潜在能力なんでしょうね。自分に危険が迫った時に覚醒する秘められた力だから、どれだけ強い霊感を持っていたとしても誰かを呪いから払うことはできないというのはそういう意味です。そして降りかかった呪いを消し去ったり和らげたりするときに最も大切なのは気持ちで負けないこと。怖がったり逃げたりした時点でもう呪いに負けていますから。そしてそういう弱い部分を呪いは自分のパワーに変えてしまいます。わざわざ呪いにパワーを与えてやる必要なんてありませんよね。だったら呪いをかけられたのが分かったとしても絶対に怖がったり逃げたりしないことです。来るなら来い、そんなものに負けてたまるか、そんな気持ちでいればいいんです。呪いなんて病気と同じです。気持ちが弱っていたり抵抗力が弱っていると病気にかかりやすいですよね。それと同じです。
いつでもかかってこいと臨戦態勢でいる相手にはさすがに呪いも近寄りがたい。だからいつも明るく元気でいることが大切です。そして呪いに負けない気持ちの強さを持つこと。難しいと感じるかもしれませんが、所詮呪いは陰の力、陽の力には絶対にかなわないし、近寄ることもできませんから。もっと自分が持っている潜在的な陽の力を信じてあげられたら、呪いなんか決して怖いものではないんですよ。